ジャーナルアーティクルタグスイートは、科学分野における XML アプリケーションの一つで、アメリカ国立医学図書館が開発し、PMC によって普及した規格、XML 企画、NLMDTD を継承したものである。ニソ Z39.962012 年8月22日による公式企画となっている。NLMDTD は、科学分野でのオープンアクセス雑誌の集積や、 流通の際のデファクトスタンダードとなっていた。ニソによる企画化に伴い、NLM で始まった企画はより広い影響力を持つようになり、他のレポジトリも採用するようになった。日本では科学技術振興機構の電子ジャーナル、プラットフォーム J ステージが j a s 1.1を採用している。j a s は学術雑誌論文のテキストと画像コンテンツを記述するための XML 要素要素と属性の集合体である。また、論文以外のコンテンツ、例えば、レター、論説、書評や、製品レビューなども記述する。ジャッツは、記事全体の内容記述をするが、記事のメタデータのみであっても良い。設計上、ジャッツは、科学技術医学分野の学術雑誌で見られるような、典型的な雑誌論文をモデルとしている。ここには3つのタグセットがある。 ジャッツは文章雑誌におけるトップレベルの構成単位と考える。文書とは論文、論説、書評や製品レビューなどである。それぞれの文書は一つ、もしくはそれ以上の部分によって構成される。二つ以上の部分に分かれる場合は以下のような順序で記載されねばならない。記事本文、後付け、フローティング内容に引き続いて、一つまたはそれ以上の記事へのレスポンス。 もしくは一つまたはそれ以上の従属的な記事が記述される場合がある。XML スキーマがそれぞれのタイプの JAX を定義付け、そして XHTML 表モジュールやマスムルのような他の基準を使用する。XML バージョンイコール1.0、エンコーディングイコール UTF8、ドクタイプアーティクル、パブリック、NLM、DTD、 ジャッツジャーナルパブリッシング DTDV1.02012330& ジャッツジャーナルパブリッシング 1DTD アーキクル DTD バージョンイコール1.0アーティクルタイプイコールアーティクルスペシフィックユーズイコールマイグレイテッド XMLNS mml="http="www.w3.org="1998"‐ シュ m a t m l x m l s t h e l i n k h t t p w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  3 o r g 1 9 9 9 x l i n k f r o n t f r o n t b o d y b o d y b a c k バック、アーティクル。j a s を作成したり、編集したり、変換したり、変形させたりするツールが、単純なものから、完全な自動変換を成し遂げるようなものまで多数、存在する。科学記事を、多少の人手を借りて、j a s に変換する。p d f 2 j a s へ、これは、非常に難しい。成功するには PDF がいかに十分に、構造化されているかにかかっている。 バッチ変換処理にあたっては PDF が守備一貫して構造化されていなければならない。j a t s を読み込んで他の形式の文書にするツール。j a t s Framework for Oxygen XML Editor。Oxygen XML Editor と Oxygen XML a u t h o r の利用者は、現バージョンの2素 j a t s へのサポートをインストールできる。ド独タイプ宣言で与えられた識別名に基づき、 オクシジェンは編集中の j a ツ文章を検査し、スタイルシッツとユティラティスを提供する。j a ツをオンザフライで HTML にレンダリングするには、j a ツプレビュースタイルシッツがある。これは一連の XSL、XPL、CSS、SCH といったファイルで、そこから有効な NISO Z39.96 から 2012JAX1.0 ファイルから、 HTML または PDF を作成するビートダナライザーの一部である j a x トックには j a ツのカスタマイズのための文書がある。ありがとうございます。